モンテクリスト博華麗なる復讐マイナスはフジテレビ系木曜劇場で2018年4月19日から6月14日まで放送された日本のテレビドラマである。主演はディーン・フジオカ。アレクサンドル・デュマの小説モンテクリスト博を原作とし舞台を現代の日本に移して物語が展開する。2003年春。 乗船する漁船の遭難から生還した、サイモン団は、婚約者であるメグロ、目黒すみれとの結婚式の最中に突然言われのない、罪で、逮捕されてしまい、異国の監獄で生産な拷問を受け、心身ともに、疲弊していた。8年後の2011年、同じく囚人であるファリア・マカイに出会い、逮捕された経緯を話した団は、テロリストの支援をしていた、投資家イルマ・テイキチの身代わりにされたこと、 自分を捕まえた刑事が定吉の息子である、イルマ公平であることを知り、ファリアを手伝い脱獄を目指す。2017年春、ファリアの死後に脱獄し故郷に帰り着いた段だったが、待っている、はずの人も家もすでになく、悲観に暮れる。何があったのか調べた段は、その現況が、旧地の中である、南条幸男とカグラによる裏切りであり、挙句に二人が、 団の大切なものを奪い去ったことを知り、復讐を誓い、シンガポールへと旅立つ。そして2018年春、ファリアから莫大な遺産を相続し、モンテクリスト、マウミエと名を変えた団は、ユキオ、キヨシ、公平の3人に近づき復讐を開始する。第6話で、南条スミレ役の山本水希と、神楽清役の荒井博文による副音声企画が実施された。 ありがとうございます。